どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さん新パックで登場した究極原神アルティミトルビシバールキンというモンスターご存知でしょうか。アルティミトルビシバールキンです。名前かっけっしょ。このモンスターがですね、あ、これじゃねえ、これがかなり特殊な召喚方法でございまして、もはやね、エクシーズ召喚です。もはや召喚条件がレベルのこのカードのレベルは12として扱いますよ。でこのカードがシンクロ召喚ができねえと、シンクロなんかカード白いのにシンクロ召喚できねえって書いてあるんですよ。どういうことっていうね、自分のフィールドのレベル8以上の、で同じレベルのチューナーとチューナー以外のモンスターを1体ずつ、墓地を送ると特殊召喚ができますよという、マジでエクシーズで効果がね、もうね、お邪魔キング、もはやね、まあ、ちょっと違うんだけど、まあ、実質お邪魔キングみたいなのがあって、このカードがそもそも効果で破壊されないし、フィールドのモンスターの数かける1000ポイントの攻撃力になりますよという効果を持っております。まあだからリンクスで言うと、6フィールドあるんで、フィールドゾーンあるんで6000になるんですよね、全部埋まってると。ほんで自分でモンスターゾーンを埋めるっていう効果を持ってまして、一ターンに一度自分か相手のメインフェーズ、これね、自分のメインフェーズはすぐいけるけど、相手のメインフェーズは優先権が相手にあるんで、なんか発動してからじゃないと、発動できません。なんですけども、お互いのフィールドに同じ数だけ、だから絶対同じ数特殊召喚できないと意味ないんだけど、ジャガンシントークンっていう、攻守ゼロで守備表示でトークンを出すと、まあ、だから先行で出せば、自分のフィールドに2体、相手のフィールドに2体っていう感じですね。まあ、ここで例えばギブアンドテイクとかああいうカードがあると一応相手のフィールドのゾーンを全部見れるよっていう、まあ、別にリリースとかできるんでトークンを、だからアドバンス召喚にするとか、シンクロ素材にするとか、まあ、OCG の方だとリンク召喚にされの素材にされちゃうとか、まあ、いろいろあるんですけども、このね、効果が、まあ、リンクスだとそこそこ強いんですよね。やっぱ埋めちゃうっていう場を、で結局そのリリース手段、エネコンとか、あとそれからまあアドバンス召喚系のまあカードが入ってないとそのトークンを邪魔なのでどかせないんですよね、普通のデッキは。でこれでじゃあどうやってじゃあこの88のチューナーとチューナー以外を並べるのかっていう、これはね結局ね、OCG の方でも、まあ、有名なコンボなんですけども、この龍角の受領者と、ブルーアイズ、この、8のチューナードラゴン族をこの辺の銀竜の号砲とか、あとこのコスモブレインとか、この辺のモンスターたちで、まあ並べていくっていう方法が、まあ、一番その有名なコンボではあるんですけど、リンクスにはですね、そんなことをしなくてももっと簡単に並べる方法っていうのがね存在するんですよ。これが最強のスキル、レベルコピーっていう、これマジでエクシーズ召喚来たらさ、マジでこのスキルさクソ活躍すると思うんだけど、なんか5Ds で全員なんかドヤ顔でエクシーズしだすっていう、まあ、現象になるんじゃないかなと思うんだけども、このスキルでモンスター手札のモンスターのレベルをフィールド上のレベルのフィールド上のモンスターのレベルにコピーできますよっていう効果があるんで、これでね単純にホワイトブレジェンドとか太古の白石とかのレベルを8できるんですよ、ブルーアイズ見せて。なんでここでコスモブレインとか銀龍の号砲を引いて88いけるんで、結構そこそこ出るんですよねこいつで。しかも調和の豊殺でこのデッキの回転をよくできるんでね、めちゃくちゃ出ます。まあ、まあ、もちろん事故ることももちろんありますよ、ありますけど、まあね他のデッキよりは全然出るかな、と思ってます。でそもそもブルーアイズが強えし、シンプルにブルーアイズが強えっていう問題はあるんだけどね。ほんでもちろんそのトークンをアドバンス召喚できるんで、ブルーアイズとかと相性がいいし、シンクロ召喚もできるから、この辺の旧のシンクロとかと相性がいいんだけど、一番強いのはアルティミトルビシバールキンでトークンを殴るっていうことじゃないですか。でトークンは守備表示なんでゼロなんですよ、攻守が。だから貫通させるか、まあ攻撃表示にさせるか盾にするかなんですよね。今日はですね最強のモンスターをネタレッキ選手以来のご登場でございます、軍神ガップ。こいつが存在する限りフィールド上のモンスターが全員攻撃表示になります。で表示形式を変更できません。なので軍神ガープをリリース、トークンリリースしてアドバンス召喚するとトークンが盾になるんですよ。だから5000とか6000で
遠くを投げれるんです。つえつ、つえーっていう、そういうギミックですね。で、ちなみにこいつトークン出したターンは攻撃できないんで、相手ターンに出すか、まあ、もしくは次の回収のターンに投げるかっていう感じになりますね。はい、基本的には。いやー、これね、なかなかおもろいデッキになったのかなと思っております。早速、アルティメットビシッパーアルキン、召喚工場を言う暇がマジでねえっていう問題はあるんだけども、シンクロのエフェクト入んねえから、シンクロ召喚じゃねえから。っていう実況的問題はございますが、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、伊沢由紀選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ、髪型がお互いにぶち飛びまくっている2人の対決となっております。1人は髪型が、カニ、そして1人は髪型がエンディングオブジョイトイとなっております。まあ、実質、魚介類 VS、エロの対決となっております。デュエルスタンバイ。これどういうさ、どういう気持ちでこの髪型デザインしたんだろうね。果たして、モノロフ、お、強いじゃん。一枚新居来た。いやー、やっぱこの初動がやっぱ強いよね。モノロフ引けてれば結構強いよね。レベル上昇、オッケー。レベル上昇、レベル上昇、何 ?4、6、あ、強い強い、それは強い、やっべ、強っ。先行ホブラガミ強いって。いやー、マジかー、これ強いな、これ。これ強いな。これは余裕なんだけど。ドローカード、コスモブレイン、来た、あ、これは来たのでは、これは来たな。とりあえず、調和の砲殺撃ちますよ。砲殺撃って、狡猾ではないな。狡猾ではないんだったら全く問題ねえ。狡猾じゃ、小手さいとかかな、なんだあれ。だからちょ、わかんねえや。多分ね、狡猾じゃなければいけるんだよ。狡猾じゃなければいける。ホワイトオブ、レジェンドの効果によってブルーアイズパイセンを持ってきて、合法来てんのか、合法来ている、合法来ているか、なるほどな。ぶん回しますね、ぶん回しますかね、これぶん回し、これ難しいな、ぶん回すまであるけどな、これ召喚して出しに行くかな、これいろいろできるんだよな、合法あると結構すげえいろんなことできるんだけど、ちょ、わかんない、あのセットがなんだ、ちょ、あのセットカードによるんだけど、マジで。あれ、なんだろう。ちょ、マジで、ちょっと、ドローペイントにしなきゃ、みんな、マジ忘れるんだよな、最近。とりあえず、調和の砲殺撃つか。砲殺撃つか。ぶん回そう。ちょっと、ガープ引いとこ。軍神ガープ引くまである。で、こうして、で、ツードローしていく。さあ、どうしますか、インリン・オブ・ジョイトイ選手。あ、もう一回いけんの、マジか。それマジスカロックンロールだな。もう一回いくか。ガープ引こう。もうこんな聞いたらガープ引けたら一枚ぐらい頼む。よしよしよし、オッケー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 。ね、どういう展開するかちょっと難しいな、これいろんなことできるんだな。まずコスモブレインをとりあえず召喚しますか。コスモブレイン召喚しますか。ここどうすか、これどうすか。あー、なんもしてこないかな、なんもしてこない。コスモブレインどうすか、コスモブレインどうすか。あ、なんもない、オッケー。デッキよりブルーアイズファイトドラゴンはどうすか、通りますか。なんか通りそうだけどな、なんだろうね、あれ銀幕とかそっち系。ホワイトオブレジェンド召喚もだから実質通るんでしょ、これ通るんですよね、通るんですよね、これ。あれ、行った、来た、これ来た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 。レベルコピーしてレベル8にしていく、来た。レベルは8、モンスター2体でオーバーリネットワークを構築、エクシード召喚実質、現れよ究極原神アルティミトルビスティバールキン。いやー、来た、これ KTKR 来た、これホーリーライフバリア、あ、ホーリーライフバリアか、なるほど、読めねえわそれ。そうですね、とりあえずアルテミトルビスティバールキンの効果、アルテミトルビスティバールキンの効果によってフィールドの空いてるゾーンを遠くで埋め尽くしていく。よし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 、いいぞ、なかなかいいぞ。これは回収しといて、ほんで、ターン終了ですかね。さあ、どうしますか、殴りますか、このゼロというモンスターを、ゼロのモンスターを殴りますか。
あなた返しなかなかやばいこと起きますよ。ちなみにこのアルティメットのビシバールキンさんは効果で破壊されませんからね。宮塚さんなんていう顔では全く破壊できないんですよ。何寝てんだ、起きろ。何寝てんだてめえら、起きろ。起きろボケ、くったばれ。どれ、何を言うちょに寝てんだ、早起きろ。さあ、お相手の方、瀬戸海馬さん、よろしくお願いします。デュエル3倍、調和の法則の効果発動、調和の法則の効果によってホワイトレジェンドを墓地を食って、あー、なるほど、これはこうしかないか。ターン終了して、太古の白石の効果発動、別距離ブルーアイツ、ホワイトドラゴン、てめえの魂だよ。てめえの魂だよこのモンスターは。さあ、海馬くん、どの力か俺様に見せてみな。暗黒界の取引、お、おもろいカード入ってんな。太古、これ伝説でいいか、これは伝説でいいか、伝説いいな、伝説で、ブルーアイズ、OK? 相手もブルーアイズっぽいっすね。なるほど、真のブルーアイズ使いを決めようじゃねえか。ドロー、なるほど、反転召喚通ります。あ、通りそうですね、通りそうな気配はする。いや、太鼓は、太鼓は出せない。バック除去してから行きたいけど、バック除去してから行きたいんですよ僕。バック除去してから行きたいっす。ちょっと安全に、安全に行きてっす。ちょ、どうすか、これどうすか、これどうすか、ドラッグオンバーミリオンパーセントどうすかで、ドラッグオンバーミリオンパーセンの効果発動、墓地の伝説の白石をゲームから除外し、てめえのセットカードを破壊させていただくぜ。バチコリー、合法か、なるほど。ではですね、ではですね、伝説召喚から、伝説召喚からスキル発動しまして、レベルをコピーしていきます、チューナーに。で、銀龍の合法パイセンもぶち込んでいきます。で、合法からのブルーアイズ、ホワイトドラゴンも特殊召喚していきます。そして、レベル8モンスター2体で、オーバーリーネットワークを構築。実質エクシーズ召喚。究極剣神、アルティメトルビシバールキン。ビシバールキン。ビシバールキンの効果発動、殴る。殴るまであるけどね、これ。殴るまであるよ、これ。そうは言ってもか。そうは言ってもやな。そうは言っても感はあるわ。さあ、どうするんでしょうか。社長パイセン。ちょっとさ、なんか動いてから俺動きたいんだけど、どうします、そのセットモンスターをどうするかっていう話はありますよね。あ、反転か。反転まだいいんじゃない、反転はまだいいんじゃないかな。はい、どうぞ。ちょっとね、このタイミング難しいんですよね、使うタイミングが、この効果を使うタイミングが。メフェス終了前はいいよ。バトルか、なるほど。あー、で、なんか出したいのね。はいはい、 OK 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 で、効果で白石出てくる。 OK、 なるほど、吐く。あー、これどうしようかな。とりあえずバックはマジでちょっと剥がしておきたいんだよね。バックはガチで剥がしておきたい。ブルーアイズは別にほっといてもいいっていうことはね、分かってんだ俺は。さあ、なんだ、硬化かなんかじゃないのだ、そろそろ。違う、あ、違うんだ。めぐるかじゃあ、いやー、難しいなー、どうしようかな。とりあえず掘っていくか。軍神ガープ引きてんだよな。軍神ガープ引きたんで、軍神ガープで掘っていきましょう。なるほど、なるほど、これは強い。シンプルに殴ろう。トークン出すだけがノーじゃないんですよ、海馬さん。いっけ、死ね、くたばれ。なんだこれ、なんだ、あ、ディープアイズ来た、ディープアイズ強い。打点結構
あ、でも3000になっててダメージか1800。あ、オッケー、全然オッケー、問題ねえ。攻撃表示でいいんすか。脅す、はい、対戦ありがとうございました。トークン出すだけがノーじゃないんですよ、海馬くん。真のブルーアイ使いは俺だったようだな。さあ、お相手の方、闇マリク先生。闇のゲーム、うわ、ダリーこれ。妖戦獣かな、クソダリーんだけど、俺、あのデッキ嫌いやね。あの、闇のゲーム妖戦獣とかいう、あの、クソみたいな、あの、陰キャチの陰キャみたいなデッキ、クソ嫌いやね、俺。俺、ワナビート使ってるやつ全員ブロックしてるからさ。冗談ですよ。冗談ですよ。まあ、俺が一番使ってるんで。セット3枚めんどくせえな。めんどくせえな。なんもできないじゃないか、そして。やべえ。ちょ、事故って事故って、やばいって。妖戦獣やめろって。やめろよ。ちょ、やめろって。そして、なんでお前その、なんでそのなんか、ゴドウィンゴリ押しのスリーブ。筋肉好きなんか、筋肉好きなんか。超の法則効果。ホワイトブレジェンド捨てて。ツードロップ。いやー、ちょっと、上級来すぎでは。上級モンスター来すぎでは。コスモブレイン出すか。白木霊竜だな。霊竜出して、殴る、ちょ、一回殴る、一発殴る、ちょ、一発殴ろう、ちょ、なんか分かんねえけど、なんかこれ殴ろう。何これ、どういうことこれ、これどういうデッキ、なんかあるな。あ、受けるんだ、なるほど。え、なんでこれ、嘘、やば、あ、100、え、これあと900でしょ、あと900、やばいやばいやばい、だから全部除外された、やばい、残りデッキ3枚や。中長いねえ、もうじゃあやばい、中長もいねえ、俺のデッキで中長いやばい、あ、え、やばい、これ白切れでもねえし、これやばい、これやばいな、白切れでもねえのか、白切れでもねえのか、これクソつらいぞ、待ってくれ、ちょっと待ってくれ、これ殴り続けしかないか、これぜなんかあるよ、うわー、いやー、これやったか俺、これもしかして俺これさ、安直に殴った結果さ、何もできずに負けるってやつこれ。え、これ愛に殴ってきたやつこれ、嘘でしょ、嘘だよ、いやー、これ超もう中段いないんだって、デッキ全部除外されてっから、もう中段いないんだって、やばいって、やばいって、やばいってば、やばいって、え、なんもできへん。え、ガチで俺なんもできへんだけど、闇のゲーム、オッケー、闇のゲーム、6400、やばいな、6400ってなんだよ、ちょ、なんだよこれ、助けて、誰か助けてください、助けてください、誰か、アキを助けてください、誰か誰か。